見てくれてる方ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと最初だったんで手間取っていろいろ手間取って、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今は日本ですか？はい、ちょっと中断、コロナの影響で中断して今、はい、日本に帰ってきます。うん、まあ、今日これから大体1時間半ぐらいいろいろ話聞いていくし、あと実際今これ見てくださってる方々からの質問っていうのを受けたいと思うので、実際まあ今このズーム内のチャットに書き込んでくださっても皆さん構いませんし、あとはツイッターの方が稼働していて、ツイッターの方はハッシュタグアスリートーク、カタカナですね、ハッシュタグアスリートークで、質問をお受けしているので、もう実際今ヨヒトさんという方からいくつかもいただいてるんですけども、それも実際皆さん書き込める余裕があれば書き込んでいただいて、で、進めていければいいかなというふうに思うんですけども、まず、まあ、島崎亮選手の情報というか、まあ、どういう実際、まあ、経歴でアメリカに行って、アメリカで、ドラフト指名されたかっていうところまで順に伺っていきたいと思うんですけども、まずサッカー始めたのは何歳ですか？幼稚園の頃ですね。最初本当にその時やってた日本代表の試合見て、はい、で本当にサッカーやり始めたのがきっかけですね。それが23歳ですか？23ですね。なんで2002年とか被ってますね、ワールドカップ。その頃。2002年の時にじゃあ5歳ぐらい？そうですね。幼稚園ぐらいですよね。はい。僕は2000年に引退してるから。だからもう20年僕が経っちゃってるんですけど、はい、多分まあもちろん僕の現役時代の頃は多分分からないと思いますけど、2002年のワールドカップは記憶にあるんですか？なんかはい、うっすらと、そんななんかはっきりと覚えてるわけじゃないですけど、うん、うっすらと記憶ありますね。おー。じゃ幼稚園からサッカー始めて、フロンターレに最初に入ったわけではないですよね？そうですね、最初は本当地元のクラブでやってて、はい、でスクールは最初フロンターレじゃなくてマリノスにいたんですよ。あ、そうなんですか？はい。知らなかった。そうなんですよ。で小学校の、でもフロンターレのジュニアも受けたんですけど、はい、ダメで。あ、そうなんですね。はい、でダメで、それで川崎市のトレセンに行ってから、なんかお前スペシャルクラス来ないかみたいな感じで、川崎フロンターレのなんかスクールの1個上のなんかジュニアユース目指す用のみたいなクラスに呼ばれて、はい、それでマリノスからフロンターレに切り替えました。おー。もともと川崎出身ですか？はい、もともと川崎出身です。川崎何区ですか？幸区です。あ、幸区ですね。はい。その頃はもうじゃあフロンターレの試合とか見に行ってたんですか？僕の小学校低学年の頃はマリノス見に行ってました。まあ別にそれはいいと思うんですけど、はい、はい。でその後はフロンターレの試合を見に行ったりしたこともあったんですか？はい、よく行ってました。はい。じゃあもう中村健吾選手は試合行ってた時ですね。全然、はい、出てました。だから自分でこう好きな選手っていたんですか？僕が好きだったのは、登里恭平選手ですね。あ、登里なんですか？はい、登里さんですね。おお、それはなぜ？やっぱり、同じサイドバックとしてっていうのもあるんですけど、う
がプレースタイルが、カチカチのサイドバックじゃないというか、なんかもう本当に、まあ前もやってる選手ですけど、はい。なんか型にはまらないサイドバックだなっていう。うん。なんかそういうところに身を引かれたっていうのありますし、自分もどっちかっていうと、結構、クリエイティブなサッカーしたい派なんで、そう、なんていうかそういう意味では、なんか、同じアカデミーとして、そのトップの選手で、あ、こんな選手がいるんだっていう感じで、すごい尊敬というか目標にはしてましたね。うん。実際今サイドバックって話が出て、今はサイドバックやってるアメリカでは右サイドバックやってることが多いと思うんですけど、はい、右利きなんですか、まず。まず、はい、右利きです。で、左のサイドバックはできるんですか？左サイドバックでした、高校の時代、高校時代は、はい。あ、じゃあ左にいたんですね、もともと。そうですね、どっちかっていう、どっちもやってましたけど、本当にチームの状況で変わってたって感じです。でも、主戦場は左でしたね。もともと、その、サイドバックやる前は、もちろん、フォワードとか、ミッドフリーダーだったりしたんですか？はい、やってました。右前、左前で、小学校の頃はフォワードなんかもやってましたね。得意なプレーっていうのはどういうプレーだったんですか、その頃。ワンタッチで置き去りにとか、はい、あとはカットインで中入ってシュートを打ってみたいなプレーは、左サイドにいる頃はよくやってましたね。はい、うん、じゃあ、まあドリブルとかシュートが得意な感じですかね。そうですね。はい。で、まあ、最終的にサイドバックが一番自分としては、そうですね、あ、攻撃も参加できますし、やっぱ現代サッカーにおいて多分サイドバックってとても重要なポジションなんじゃないかなって気づけたのが大きいですね。はい、それはいつぐらいに気づいたんですか？あ、もう本当に中学3年生ぐらいになった時に、はい、サイドバックって何でもできんじゃんって思ったのがですね、本当に。たくさんボールに触れる可能性がありますよね。そうですね、はい。まあ、そこから、まあ、そのゲームを組み立てたりもできるし、はい、まあ、極端なこと言うと、アタッキングサードまで行って、点決めれますし、はい、はい、アシストだったり、ゴールに絡む仕事もできるし、はい、じゃあ、守備はそんな得意ではないってことですか？高校3年生まではもう本当に、その玄関とくのにも結構、こう前に張っとけ、サイドバックだったんですけど、結構高い位置のポジション取らせてもらってましたね。まあ、でもアメリカでプレーすることになるわけですけど、その守備 も、はい、も当然求められる。すごい、もうプロというか大学でとっても求められて、叩き直されましたね。はい、じゃあ、その大学の時の話はまた後で伺うとして、はい、で、まあ、小学校でフロンターレのそのスクールの上のクラスに入って、じゃあジュニアユースの方を目指そうっていうことになって、そのジュニアユースにはすんなり入れたんですか？そうですね、結構すんなりで、僕フロンターレだけじゃなくてマリノスの方も OK だったんですけど、はい、でもフロンターレ選びましたね。それはなぜですか？当時、まあ皆さん知ってると思うんですけど、はい、三笘薫、岸浩二で、僕の中で本当にアイドルで、はい、でも、もう面談の時も話したんですけど、僕はこの人たちと一緒にサッカーやりたいからフロンターレに行きますって、もう、その時もう入る前から決めてたことなんで、はい、なんで、もうフロンターレ OK だった時点でもう一択でした、フロンターレも。確認なんですけど、はい、フロンターレの下部組織から、まあ、トップに上がっている選手何人かいますけど、はい、三好浩二選手、板倉選手はいくつ上ですか？一つ上なんで一緒にやってました。あ、一個上なんですね。はい、で、同級生が薫とか、三笘薫とか、あとは、まあ、今、J3 でやってる長谷川隼人だったり、はい、あと、まあ、そうですね、岸浩二とか、その代ですね。
脇坂康人は2つ上ですね。2つ上ですか。はい。なんで一緒にやってました、一応。あ、3年1年で。はい、3年1年で、はい。だから脇坂選手、僕もユースの時見てたんですけど、別次元行ってましたもんね。行ってましたね。まあ、その後、阪南行って、阪南大学行って、今戻ってきて、フロンターレのトップにいますけど、じゃあ、脇坂選手だったり、まあ、一個上の、まあ、二人の選手が結構、刺激にはなってたんですかね。そうですね、結構、そういう、振る舞いだったり、雰囲気だったり、はい。とってもなんていうか、他とは違うなっていうのを感じてましたね、なんていうか。まあ、プライドというか、うん、そういう部分の刺激は結構自分の中でも受けてたと思います。だフロンターレの下部組織としては、今言ったその脇坂選手だったり、三好選手だったり、板倉選手だったり、まあ、もちろん、うん、他の選手もいますけども、はい、第一次黄金期みたいな感じでした、その時。そうですね。多分ジュニアホス、ジュニアから上がってきたユースだの選手たちだったんで、うん、そのやっぱりちょっと変わったかなっていうのは感じましたね。うん、まあ、その頃に、まあ、みんなとこう例えば、まあ、いつかトップ上がってみんなで一緒にやろうみたいな感じは話したりしてたんですか。まあ、そういうことをなんか素で話すようなあれではないんですけど、ああでも、まあ、でもまあ、うちに秘めた思いというか、みんなやっぱ目指すとこ一緒だったんで、うん、まあ、経由先は違えどっていう感じでしたかね。まあ、今遊んでた経由先は違えどっていうところがすごく、まあ、今日一番伺いたいところなんですけども、はい、まあ、普通に、まあ、今日も子供たちたくさん見てくれてるんですけど、これからそのいろんな形で J リーグの方に来るとかプロになるっていう方法があると思うんですけど、はい、その中でまあ島崎選手すごくその一つ今までないパターンのいいモデルケースだと思うので、そのあたりをこういろいろ伺っていきたいんですけど、はい、そのアメリカのまずその大学に行こうと思ったのが先なのか、プロに行こうと思ったのが先なのか、どっちなんですかね。これはプロですね。アメリカでプロになりたい、 MLS に行きたいと思ったのが最初ですね。じゃあそのメジャーリーグサッカーっていうことの、その情報だったり、その憧れっていうのはどこから生まれたんですか。ユースの先輩で、木村康介選手さんっていう方がいて、はいはい、で、その方も本当にアメリカの大学4年生行って、はい、ドラフトされて、はい、コロラドラピッツっていうメジャーリーグサッカーのチームに加入して、キャプテンとして全米優勝してたんですよ。はい。その情報があって、で、あ、もうこれだってなんかピンときちゃって。おお。もう、その、もうそれがあったのが、高1、中3頃で。ああ、中3高、結構早いですね。早いですね。割と早かったですね。で、そういうこともあって、まあ、もちろん、日本でも探してはいましたけど。はい。でもやっぱり、なんていうか、違いを見出したかったっていうのもあったんで、はい、その、まあ、海外出て、まあ、今の時代、あの、ソーシャルネットワーク、ソーシャルメディアで、なんか、いろんな人がスポットライトに当たるチャンスがあるんで、やっぱ結果さえ残せば、全然上に上がれるっていうのは、なんとなく、自分の中でもあったんで、はい、もう、アメリカに行こうって、その時思いましたね。それは、さっき、高1か中3って言ってましたけど、中3の時だったら、じゃあ高校に上がる時にもうアメリカに行こうとかって思ったこともあったんですか？思ったことはあったんですけど、はい。親とか普通に、あともうコーチ陣にも、いや、ユースには来た方がいいって言われたんで。それはなぜ？まあ、ちょっと早いっていうのもありますし、はい。あとは、まあ、そうですね。後付けにはなるんですけど、やっぱユースでやってた方が、後付けなんですけど、ユースでやった方が上手くなってたかなっていうのはありますね、やっぱり。まあ、それはさっき言ってた話ですよね。はい、そうです。周りに本当にいい選手がたくさんいて、はい、で、レベルも高いし。そうですね、はい。
じゃあそれで高校でアメリカに行くのは踏みとどまったんですけど、はい、まあ大学で、まあ、アメリカに行くことになるんですけど、その今言ったようにまずプロになりたいからアメリカの大学に行くっていう選択肢じゃない、はい、選択肢じゃないですか。選択肢、はい。その時にそのヨーロッパとか南米とかそういうのはなかったんですか。なんでアメリカなんですか。もちろんもちろんサッカーって言ったらヨーロッパ南米ですけど、はい、やっぱそれと同時に僕普通にこれからの時代やっぱサッカーだけじゃないなっていうのを感じてて、はい、別に保険とかじゃないんですけど両方できて当たり前の時代かなっていうのがあったんで、いや、その両方って両方って何ですか。勉強とサッカー、あー学業も勉学両立ね、はい、勉学両立っていうのが多分当たり前の時代かなって、まあ個人的な観点の話ですけどっていうのもあったんで、はい、そういった時に結構部活のある大学って、部活がある国っていうのが限られてきてて、はい、ヨーロッパだともう大学はサッカー部なんていうの持ってませんですし。あ、そうですね。はい。はい、で、本当日本とか、まあ、アメリカとか、本当結構、大学がサッカー部を持ってるっていう、そのシステムがあんまりなくて。で、そう思った時に、まあまあ MLS っていうのもありましたし、で、かなりオーガナイズされてる大学リーグだしっていうのもあったん、はい、という理由もあったんで、普通に、まあアメリカの大学に行こうかなって最初は思ってました。うん。そのアメリカの大学に入ろうってなると、それは、もちろんいろんなこうハードルがあると思うし、まあ、今今日聞いてる方々もどうやってそこを乗り越えたのかっていうところはすごく一番気になるところだと思うんですけど、その英語を最初話せたわけじゃないですか。全く話せなかったです。全くですね。それで行こうって普通思います。いや、相当変わってたんですね、僕多分。まあでも行けばなんとかなるっていう、まあ、軽い気持ちだったんですけど、まあ、もちろん、そこに必要なのは努力ですし、うん。っていうのはありますけど、まあでも、なんか大丈夫だろうなっていうのは、なんか心の隅っこにありました。で、まずそのアメリカに行くときに、そのアメリカ大学行く、その受験ですよね。まあそうですね。どういう、こう、その、普通に一般入試受けるわけじゃないですよね。それではないですね。はい。どういう形の入学をまず目指したんですか。まずアメリカの大学ってまずなんか日本みたいに入試っていうのはなくて、はい、本当に一般生徒でも成績とあとなんか大学検定みたいな SAT っていうんですけど、はい、そういうのを受けて何点あるかっていうのと成績で大学側が OK だよみたいな感じで合格をくれたり不合格だったりみたいな感じで決まるんですけど、はい、まあ、僕の場合もほとんど似ていて SAT っていう大学検定を受けて、であと自分の高校の成績を照らし合わせてっていう感じで入学というか、そうですね、入学しましたね。その SAT の試験って英語ですよね。英語ですね。それどうやって受けるんですか。普通に日本でもなんか毎年4回ぐらい、年に4回ぐらい開かれてて、まあ TOEIC みたいになんかこの日にありますよみたいな感じであって、はい、でそれでまあそれに向けて、まあ本当に英語の数学と、あと英語のリーディング、まあちょっと難しかったんですけど、まあでもそれを受けて、まあはい、自分の成績となんか平均値を見てみたいな、なんかちょっと複雑になるんですけど、はい、そういう感じで、なんかあなた大丈夫ですよとか、そんな感じで決まりましたね。それは向こうの大学、その例えばどの大学行くかっていうのは、
そのサッカー強い大学もちろん探してると思うんですけど、はい、そのどういう観点で選んだんですか、行く大学は。まず一つは一部リーグには絶対行きたかったっていうのがあったんで。アメリカの大学の一部リーグ何チームですか？ NCAA ディビジョン1って言って200以上ありますね。あ、 NCAA ディビジョンは200以上あるんですか？ありますね、はい。それ大学全体でいうと、じゃあどれぐらいのチームが？あー、200チームあって、僕が探したのは1位から大体、まあ、80位ぐらいのチームで。はい。で、全部手当たり次第、監督とコーチにメール送って。それどうやって送るんですか？どうやってわかるんですか？ウェブサイトにメールアドレス、連絡先は書いてて、大学のサッカー部のホームページに。はい。で、もう手当たり次第、メール、自分のプレイ動画と、はい、メールと、あと経歴送って、帰ってきたところとやり取りしてましたね。ああ、そういうことですね。はい、そっかそっか。それは、送ったメールはひな形みたいなのがどっかにあったんですか？それをコピペしたみたいな感じ？あ、もう普通に作って全部コピペで送りました。ああ、そうですね。はい、じゃあ自分で作ったわけですね、それは。はい。そこにはどういう内容を書いたんですか？その、もちろんプレイヤーはもちろんそうなんですけど。まず、私は大学、アメリカで大学を探してますみたいな感じで。うん、はい、で、これが、まあ、経歴を書いて、で、これが自分のプレイ動画です。はい、で、本当そんな感じです、シンプルに。あ、じゃあ、すごいシンプルな、それで、まあ、あとは動画見てくれて、あと、まあ、言うなれば、はい、SAT の点数だったり、あ、TOEIC は関係あるの？ TOEIC はないですね。まあ、TOEFL っていう英語のテストあるんですけど、はい、うん、まあ、僕はちょっとなんか例外で受けなくて済みました。え、普通はTOEFL受けなきゃいけない？受けなきゃダメですね。大学に入る、まず大学に入るためにTOEFLが必要ですね、うん。で、サッカー協会に登録するために SAT が必要ですね。ああ、そういうことですね。はい。TOEFLと SAT を両方受けるために、TOEIC を受けて経験積んどいた方がいいって感じですか？まあそれもそうですね。まあ受け、小さい頃が慣れてる方がやっぱり絶対有利は有利なんで、僕はあの場合は本当高校2年生ぐらいから始めたんです、かなり大変でしただったんですけど、はい、まあでも SAT はなんていうか、日本でちゃんと数学勉強してれば点は取れます。ああ、そうですか。はい。あとは英語の、なんていうか、リーディング。細かい意味をちょっと、数学の方程式の英語はこう、英語でこう言うんだよ、みたいなことを覚えていれば、まあ、うん、できます。じゃあ、それ用の勉強、だいたいどれぐらいから始めるといいですか？いや、もう早ければ早いほどいいと思いますけど、まあでも、そうですね。こういうTOEFLとかSAT の勉強ってスピーキングしゃべれるしゃべれない関係なしに本当にやればやるほどできるようになるもんなんで。そうですね。はい。もうなんで全然、まあ本当中学入って、まあ中学はちょっと早いかもしれないですけど、まあ高校入ったぐらいで、うん、まあ、文章を読み漁るぐらいから始めればもう本当にだいぶ楽になると思いますね、本当に。なんかこういう文章を読むと、まあ、きっかけとしては、まあ、いいよ、みたいな文章あります？まあ、本当に小さいお子さんでしたら、まあ、普通に普段から英語に触れることは大事ですし、うん。で、あとは、中学生なら、まあ、ちょっとずつ、まあ、なんていうか、子供用の英書みたいな、英語の本みたいな、うん、ディズニーの英語の本とか、ディズニーの、まあ、簡単なアメリカ人が幼少期で読むようなものをちょっと読み始めたりとか、うん、まあなんていうか少しずつ自分より少し上のレベルでやっていけば、まあ、うん、まあなんていうか多分受けようと思った時には
あれこんなに簡単なんだみたいな感じでにはなると思うんで。ああ、じゃあ勉強するっていうよりは、そのまず英語にこう、まあ、絵本でもいいけど読んだりしながら、はい、その、まあ、例えば分かんなかった単語見たら、それをじゃあ一緒に調べたりとか。そんな感じで、はい。そしたらどん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 こう。そうですね。勉強するのは、上達するのが早そうですね。そうですね、早いですし、あの、分かりだすと楽しくなるんで、普通に。はい、なんで、まあ、最初だけですね、本当大変なのは。うん。まあ、実際、それで大学受けて、何校ぐらい受けたんですか？受けたのは、あ、もう本当にメールが返ってきたのが10校ぐらいで、その中でもうやっぱ強豪に行きたかったんで、はい。その大学ランキング、NCAA のサッカーの大学ランキングみたいなのが毎年出てるんですよ。はい。それ見て上位の大学だけコンタクトして、はい。で、まあ、そのいろいろトーフルとか、例えばスタンフォード行くならば、トーフルでもやっぱ満点近くないとダメみたいな。まあ、現実的に考えて難しいじゃないですか、やっぱ英語喋れない状態で。それはそうですね。まあ、そういうのもいろいろ差し引いて、あ、ここがベストだなっていう感じで選びましたね。うん、まあ、まあこれはたまたまなんですけど、はい、僕も中学校1年生の時にアメリカに1年間住んでいて、はい、で、アメリカ、まあ、それで、まあ、英語を話せるようになって、まあ、大学アメリカは来ないかっていう、その、大学のサッカー部の人が僕の試合見に来てたりとか、はい、将来、その代わり、奨学金がもらえるから、はい、お金もそんなに、そうですね。スカラシップもらいながら、まあ、奨学金スカラシップっていうんですけど、そのスカラシップもらいながら、やれば、金銭的な負担も少ないし、そこから、まあ、今でいう、まあ、今日当時はそういう MLS じゃなかったですけど、はい、プロリーガーもあったんで、それでプロになったらどうだってことは僕は実際言われて、アメリカ大学行くことを僕もちょっと考えてたんで、まあ、今の話聞いててすごく分かる部分がもちろんあるんですけど、で、そのアメリカの大学ってその、まあ、サッカー部もそうだし、他の学部もそうだと思うんですけど、自分が行きたいって示して、ある程度の学力があったりとか、別に英語そんな話せなくても、スピーキングのレベル高くなくても、こう受け入れてくれる土壌って、たくさんその、裾野が広いっていうか、はい、そうですね。感じありますよね。あります。なんで、もう何勉強するのも自分の自由ですし、うん。なんで、あとは、まあ、僕の場合、今僕本当にバージニアコモンウェルス大学っていう大学に行ったんですけど、はい、結構アプローチする前はボストンカレッジっていう結構有名な学業でも有名な大学とも結構話してて、はい、でサッカーで本当に入るなら100点120点中105点とか必要な大学でで普通にこれやばいなってなった時にコーチが寮は80点取れればいいよみたいな感じで言ってくれたんですけど、はい、あ、それも無理ですっていうことで断ったんですけど。だから要するにその、絶対ここじゃなきゃダメみたいな線引きじゃなくて、その熱意があったりとか、はい、例えばその日本人だからとか、ありますね、っていうことでその、ある程度その向こうも理解をこう示してくれるのもありますよね。ありますね。そういう意味じゃ、その今これ今日見てくださってる方々も、そのもし子供でも、アメリカで大学行ってプロになりたいとか、まあプロにならなくてアメリカ大学行ってプロになれればプロになればいいし、で、実際そのアメリカ大学に行くことに、まあ、なりました。で、最終的にそのバージニアコモンウェルス大学決めた理由は何ですか？まあ、一つはまあ、あとはサッカーのプレースタイル。プレースタイル、はい。あとは、学業のレベル、あとはもう一番興味を持ってくれたことですかね、自分に対して。あ、向こうがね。はい。その時のやり取りは全部メールですか？メールと、あとはそうですね、スカイプ。あと代理人を使ってたんで、その時の代理人にちょっと話してもらったりとか。おー、はい。
直接じゃスカイプとかで英語でやり取りじゃないってことですね。まあなかったですね。一回実際に留学する前に向こうに行ったんで、その時に話したりとかしましたけど、はい、はい、まあそんな感じでしたね。その時は話せたんですか、英語。全くでもコミュニケーションをちゃんとこう、はい、ボディーランゲージで、なんとか単語と、はい、その時に重要だったのは何だったんですか。本当笑顔ですねそれはね、マジ大事だね。もう笑顔で、まあ感じよく、まあ、あとは、まあ、これは本当、後から思ったことなんですけど、分からないことを、イエスって言わないことですね。ん？どういうこと？分からないことは分からないって言うっていう。あ、はっきりね。はい、当たり前のことですけど、結構、で、向こう行って自分が喋れないと結構そのままスルーしちゃうこともあったんで。あ、それはすごい分かりますね。はい。なんで。いや、分かったふりをしたくなりますもんね。はい。はい。はい、じゃあ分からなかったらそれどういう意味って聞くってこと？はい、聞きますね、はい、確実に、はい、絶対それは本当にした方がいいですね。その後分かってない方が恥ずかしいって。いやそれはでも日本でも同じだと思いますよ、はい、本当に自分で理解できてるのかってことをちゃんと理解してるかどうかってことを自分自身に考えるってことは、はい、まあそれでバージニアコモンウェルス大学に入りました。この大学に入るときに、さっき言った奨学金みたいなことはあったんですか？はい、ありました。それも大きい理由ですね。ですよね。はい。それは、現実にこう、最終的に、返還しなければいけない？いや、返済無用です。あ、しなくてよかった。はい、もらったものは、はい、自分のものになります。あ、それは試験があるのかな？いや、ないですね。本当、監督の、采配次第ですね、本当に。采配次第。はい。じゃあ、大学側が、例えば授業の免除とか、そういうことをちゃんとこう、言ってくれたってことですか？大学側が出すというよりは、本当に、アスリート部のお金で、選手を本当に買うっていうイメージですね。おー。なんで、本当にパフォーマンス悪ければ一気に切られますし。それ途中でなくなったりするってことですか？はい、途中でなく、まあ、要は首みたいな感じで、普通に奨学金が出なくなる状況にもあるんで、ね、でも本当、僕の同期でも何人かいなくなりましたし。それは大学辞めるってことですか？トランスファーできるんですよね、アメリカの大学って。あ、移籍、大学を買われる。はい。はい、なんで、まあ、ちょっとカテゴリー下げて、大学、奨学金もらっていくみたいな選手を結構。じゃあ、大学のレベルを下げれば、またそこでは奨学金もらえる可能性があるんだ。ありますね。まあ、簡単に言えば天下りみたいな。あまりいい表現じゃない。いい表現じゃないですけど。まあ、下れば、チャンスはあるっていう。まあ、だからそこの、まあ、大学で、ちゃんとレギュラーで試合出てれば、あ、それは、そうですね、維持されていく。維持されて上がってはいきますね、どんどん。大学に入ったときに、もう1年生の時教えてたんですか？あ、1年は本当、交代し、まあ、途中からとかでしたね。うん、スタメンで出たのは本当に5、6試合で、結構サイドバックの身としては辛かったですね。うん、それは、自分が実力が足りなかった。ですか、自分の実力という、まあ、実力というよりは理解度ですね。なんていうか、あ、サッカーに対する全然サッカーやってるサッカーも違いますし、はい、あとは求められてるものもフロンターレとビッシュで全然違かったんで、うん、そこのギャップで苦しんでましたね。フロンターレの時はどういうこと求められてたんですか？結構割と自由にいなしながらサッカーするっていうスタンスだったんで、まあ、あと、うん、まあ、まあ、簡単に言えば攻撃が最大の防御みたいな、そんなところあったんで。はい。でも BC は結構きっちりオーガナイズして、守備して、守備できない選手は出せないみたいな、そんなスタンスだったんで。
じゃあさっき話してた一番自分がやんなきゃいけなかった ところにやっとこで、まあ、戻りますけど、そうですね、その守備はどういうことを求められるんですか？結構ゾーンで守るチームだったんで、はい、はいはい、なんでそのスペースを埋めるとかそういう、あの本当試合中もそうですけど、くさびのパス1本縦パス入れられるのもなんかダメって言われるぐらい厳しいチームで、本当に徹底してて、あの前この 4-4-2 でやってたんですけど、はい、このお前の守る範囲はここだからっていうのをはっきりさせられたチームですね。おで、あとラインのアップ下げもすごいもうピシッてやってなきゃダメとか、そういうなんか、まあ、揃ってなきゃいけないってことですね。はい。綺麗に。はい。あとは、その、まあ、前後の距離感とか。はい、そうですね。前後の距離感も結構。言われるよね。言われましたね。攻撃に関しては、その、前の選手を追い越して、例えば右サイドの中盤の選手を追い越して出ていいっていうのはもちろん。はい、全然、自由に、もうちゃんと戻ってくるんだったらいいよって感じでしたね。なあ、はい、早く戻るって感じですね。はい、ちゃんと戻って、あの4枚、守るときは4枚ちゃんと入れればっていう感じでしたね。ラインをちゃんと形成しろと。はい。じゃあ、そこが、まあ、一番最初、なかなか難しかったと。難しかったですね。チームとしては、今話聞いてると、その守備はすごく組織的だし、立ち位置はすごく、ある程度制限されているっていうか、まあ、オーガナイズされてると思うんですけど、そのチームとしてのサッカーっていうのはもちろんさっき言ったその VCU が、はい、島崎選手にとってある程度こうそのやってるサッカー自体も選んでその大学に行ったわけじゃないですか。そうですね、はい、ってことはある程度攻撃的なチームではあったんですか？そうですね、結構攻撃的というよりはボールを回すチームだったんで、ボールを保持するチームだったんで、まあ、そういうチームでやりたかったっていうのもあったんで、うん、でそれは本当に自分に合ってるなと思ってましたね。まあ、ただちょっと予想外だったのは守備がすごい厳しいチームだなっていうのを言ってから思ったんですけど、まあ、でもそれは結果的に良かったんじゃないですか。そこも含めて本当に4年間で本当成長できたと思うんで、うん、今もちょっと今多分高校時代の自分と今の自分のサッカーの価値観多分相当変わってますね。どういうふうに？やっぱ海外でやるのは守備できて当たり前ですね。攻撃選手も。はい。そうですね。もう攻撃だけ、てかもう日本もそうかもしれないですけど、攻撃だけやってればいいっていう選手は多分もうこれから多分生きていけないと思います。っていうのはもう本当に感じましたね。まあそれを、しかもね、英語の中でやらなきゃいけない。まあ英語で話してるわけですよ、うん。はい。でそれ、まあ、まず1年目っていうのはもちろんサッカーへの適応もそうだし、求められていることへのまあ適応もそうですけど、そのコミュニケーションとして その英語をどれだけこう習得できるかっていうところもあったんですか？大きいですね。本当に自分結構試合中も仲間に対して要求したり、あの立ち止まって喋ったりもする感じなんで、はい、本当最初1年目言いたいことを本当に分かんないとか、言ってること分かんないとか、言いたいことが言えないとか、結構本当ストレスになってましたね。あ、僕はね、アメリカ住んでるときは、こう、ちっちゃいこれくらいのポケット辞書みたいなのあったじゃないですか。はい、その、英和と和英と両方辞書、1個になってるやつ。はい、でそれで分かんなかったら、その相手に辞書渡して、その辞書のどれって聞いて、あそれをそこを引いてもらってやるか、その話聞くときね、はい、で自分が話して何言ったらいいか分かんなかったら和英辞書を引いて、今度逆に、はい、和英のこれってここにありますで僕はずっとやって、僕は大学で授業行って、僕は現地学校行ってなかった、その日本人学校行ってなかったんで現地の学校行ってて、いきなりそこに入れられて、誰もいないところにいきなり放り込まれて、毎日その和英英和セット辞書になったやつをもう手に持ち歩いて、それで全部聞いてみたいな感じでやってました、僕は。
辞書は持ってなかったんですけど、まあでも携帯で何って調べたりはしましたし、あと分かんないたびにも説明してってちゃんと言ってましたね、僕はもう。選手たちにも。で、多分めっちゃうざがられてたと思います、僕本当に。あ、他の選手にね。はい、もう結構本当にがめつく聞きに行ったり、うん、あとは、俺が、相手は多分理解してるんですけど、俺が理解できるまで話したりとか、結構してたんで。まあでもそういうこともあって、結構4年間で勝ち得た信頼は大きかったですね。コーチからも、うん、あの選手からもそうですし。やっぱこう、日本の、まあ、監督と選手とちょっと違うと思うんですけど、すごいコミュニケーション取るじゃないですか。めっちゃ取りますね。はい。で、納得してなかったら選手もとことん監督に聞くし、はい。で、監督もとことん選手と向き合うし、はい。そこでコミュニケーションたくさん取るじゃないですか。はい、取ります。で、そこが、まあ、やっぱり4年間あったってのは大きかったですね。そうですね。本当に、最初なんでこんなに喋るんだろうって思ったんですけど、でもまあ、はい。まあでも、時が過ぎると、同時になんか自分ももっと分かんないことを分かんないって言って、なんていうか喋った方が絶対いいなっていうのは感じましたね。うん、実際今言ったその大学でサッカーはもちろんやってるんだけど、勉強は何してたんですか？僕勉強ビジネスの、あのリアルエステイトって不動産ですね。あとファイナンス。ファイナンスと不動産。はい。具体的にどういう勉強するんですか？本当にあのファイナンスだったらあのお金の計算だったり、うん、バランスシートみたいとか、あと何パーセント、まあ、なんかちょっと話すと長くなっちゃうんですけどあとはリアルエステートだったり、本当にアメリカの宅建みたいな、あ、はい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 、まあ、そんなのもやりましたし、うん、なんていうか本当になんで俺これ選んだんだってくらいなんかと思ったんですけど、まあでも普通に勉強してて楽しいですし、まああと、まあ、リアルエステートとファイナンスだけじゃなくて普通のマーケティングとかもあの授業はあったんで、はい、まあいろいろ本当吸収できて、まあそういう、そうですね、本当に、まあ、ビジネス分野だけじゃなくて、あと心理学だったりとか自分の取りたい科目も やられてたんで、はい、結構いい4年間だったんじゃないかなと。まあ、あのサッカーだったら分かるんですよ。その直接監督に聞けばいいし、はい、チームメイトに聞けばいいから、はい、大学授業の時はどうしてたんですか？あ、もうチームメイトに聞きましたね、まあ、教授にもたまに話行ったりはしてましたけど、結構媚び売りに、はい、でもまあまあ基本的になんていうか同期に同じようなクラス取ってるやつはいたんで、はい、そうですね、確かに、はい、なんで助け合いですね、どこの世界もそれは日本の大学だろうと変わらないですねそうですね。でもそれがまあね、英語である以上毎日いちいち勉強なわけじゃないですか。まあそうですね、一字一句喋ることが英語なんで、もう、うん、まあ自然とそういうことをしていれば喋れるようにはなっていきましたね。ですよね。だから、はい、今は別にもうコミュニケーションは全く問題ないですか？問題ないですね、もう。まあ、それだけで、まあ、僕もそうだったんですけど、その、僕、プロサッカー選手やってて、僕、グランパスにいて、はい、外国人選手必ずいるんですよ。そうですね。で、ちなみに僕の時はリネカが、はい、86年の得点王ですね、ワールドカップのがリネカーがいて、で毎日リネカーと喋るわけですよ、はい、英語が喋れるから。で人が聞けないこととかも山ほど聞けるし、はい、でその後ストイコビッチが来て、ストイコビッチも、まあ、まあセルビア語だけど英語を話せるから英語で毎日話すし、でその後ベンゲルが来てでフランス人なんだけど、たまたま通訳がフランス語でサッカーの通訳できる人がいなかったんで英語だったから、はい、英語でグランパスを当時
便宜を教えてたんですよ。で、まあ、この今日見てくれてる方々もそのベンゲルのことはある程度知ってると思うけど、その後アーセナルに行って、はい、でアーセナルに行った時に僕もその練習見に行っていいですかって言ったら、あ、全然いいよ来てってなって、で練習見に行って、でその時はもう98年フランスワールドカップ優勝、はい、それからフランス2000年ユーロ優勝で、まあアンリとかトレゼゲとかビルドールとか、まあ、いろんなすごい選手いっぱいいたんだけど、そのアーセナルにほとんどの選手がいたから、はい、アンリもいたし、ビエラもいたし、ビルドールもピレスもいたし、でそう、まあ、その世界のトップの選手、あとベルカンプ、まあ、オランダ代表のベルカンプもいたし、はいはい、まあ、その他にももうトップオブトップの選手ばっかでいて、まあ、そこに練習見に行って、その一緒に選手とご飯食べたりとか選手と話したりとかさせてくれたから、俺多分英語話せなかった。今自分絶対 100% ここにいないと思うんですけど、そのやっぱ英語話せるってことが一つ、その一つ島崎選手にとっても自分の中でこうサッカー選手永久に続けられるわけじゃないじゃないですか。まあそうですね、はい、それは一つ身につけたかった、自分として身につけたかったアメリカに行くためのこの理由だったんですか。まあ、アメリカに行けば英語になるっていうのは、まあ、頭の中にあって、はい、まあ、さすがに中学高校の頃にセカンドキャリア考えるほどなんていうか大人じゃなかったって、まあ、それはそうだよ、あったんですけどまあでも、まあ、でも英語を喋れるようになるっていうのはやっぱり自分の中ではやっぱだいぶポジティブにこれからの人生なんていうかポジティブになっていくんじゃないのかなとは、まあ、思ってましたね。やっぱり選択肢が広がりますよね。広がりますね、はい、選ぶ、この後選ぶ職業だったりとか。そうですね、はい。まあ、僕の場合はもう中学の時にその父親がスタンフォードに行ってて研究してたから、そこに いて英語を話せて、その向こうで生活したらこうなるんだっていうのを自分で見てたから、そこになんとか戻りたいみたいな感覚だけで、その英語をずっと勉強しながら、選手の時もずっともう毎日外国人の選手いるから積極的に英語で話しかけて、でホテルでご飯とかよく試合の前の日とか試合の日を食べる時は必ず外国人の選手よく食べてたんですよ、はい、でまあ結果それで、まあ、ベンケルの本を出版できたりとか、それからいろんな選手からいろんなことを教えてもらったりとか、今でもみんな仲良くしてくれてるし、そういうこう自分のその可能性の広がりっていうのは自分が描いてるイメージよりも広がるんじゃないですか。もちろんそうですね。やっぱり英語喋れるだけで多分世界の人口の多分7割以上は喋れるようになるんで。そうだよね、はい、それ喋れるってだけで本当にどんな、なんていうか仕事が出てくるかわからないですし、どんな、まあ、本当つながりって大事だなって、この、まあ、この2年間つくづく感じたことですね。そのつながり作るためにやっぱコミュニケーション大事ですし、はい。まあなんていうか、すごい、まあ英語を喋れるようになって、なんか、この人と出会えたみたいなことは結構、今でも感じますね。新たな出会いが増えたってことですよね。はい。で、まあ実際大学のまあ4年生に行くまでにどういうことがそのあったんですか。例えばそのプロになれそうだとか、それから大学の自分のチームとしてはどれぐらいこう成長できたか、自分はどれぐらい成長できたかっていうことですけども。その大学4年でどれだけ成長できたみたいな感じですか。そうです。4年間の中で。4年間の中で、そうですね、まあ、まず一つ目は本当に、まあ、本当個人的な話なんですけど、多様性のが本当あるなって、世界は。結構日本にいると気づきづらいことなんですけど、はいはい。まあ、当たり前なんですけど、いろいろな人種の方がいて、まあ、いろいろな考え方、いろいろなバックグラウンドがあって、結構、こうやって言うと、当たり前に聞こえちゃうんですけど、結構
行って実際に感じてみるとすごい、ああすごいなってなんか僕司会なんでそれをより詳しく皆さんに伝えたいんですけど、その多様性っていうのはどういう多様性ですか？本当に考え方とか、本当俺たち、はい、僕たちが当たり前と思っていることは全然当たり前じゃないみたいな。まず考え方ですね、じゃあ。はい、考え方ですね。日本だったらこれだよねって、そうだよそうだよってことがよく ありますもんね。はい、それがあって、で結構それが当たり前じゃないことだったり、あとは、まああとは何でしょうね、本当に国々の文化とか、まあ日本だったらお辞儀がするのは当たり前です、人と会ったらお辞儀をしたりするのは当たり前ですけど、はい、まあ、海外でそれすると結構おこいつちょっとちげえじゃんみたいな感じでだから結構違いを見出すには結構だからパフォーマンスとかでやると結構ウケるんですけど、はい、まあでもそういうなんていうか細かい部分ですけど、いろいろなんていうかこういう違いがあるんだなんていろいろ日に日になんか感じたりはしましたね。海外の選手って何人ぐらいいました？アメリカ人以外。結構11人ぐらいいましたね。そんなにいるんだ。はい、結構。例えばどこですか？フランス、イタリア、ジャマイカ、ブラジル、うん、あとコスタリカ、スペイン、ポルトガル、あとはどこだろう？じゃあ、あとどっか行ったっけ？あともう本当アフリカ系がコンゴとか、おあと、ギリシャ、セネガル。そんなにいるんだ。はい。すごいいっぱいいて、で、そうですね。もう本当にドルトムントの下部組織だったり、はい。あと、僕これ一番伝えたいのがあって、何なんですか？川崎フロンターレのユースの時に、スペイン遠征に行った、はい、いや、僕は実際に行ってないんですけど、まだ高校1年生で。で行ってて、その時にマジョルカと試合したらしくて、はいはい、でそのマジョルカで戦った選手が BCU に来てて、僕とルームメイトだったんですよね、3年間。それはすごいね。すごいです。で、フロンターレのピンバッジ持ってたんですよ。はい。びっくりして。もう多様性はあるけど、狭いなって思いました、ね。どこでどう繋がってるか分かんないよね。はい。それもすごい話ですね。すごいですね。本当にびっくりしましたね、その時は。いや、だから、世の中どこでどう繋がってるか分かんないなっていうふうに、そういうことも感じられるし、はい、あとはその、いろんな国の選手がいると、いろんな国のその価値観をこう知るよね。知りますね。結構サッカーのに対する考え方も全然違いますし、はい、でスペインだったら結構、まあ、その人バルセロナ出身だったんですけど、バルサのアカデミーではないんですけど、マジョルカのアカデミーだったんですけど、うん、なんか結構チャラチャラしたプレーするのが好きだったりあとボール離さないとか結構怒られてましたね。なんかマジョルカはすごい繋がってんね。はい。いや、でも僕も今、久保田キャスター君のコーチを小学生の時からやってて、今もやってるんですけど、はい、よく久保選手と LINE はしてるんですけど、やっぱりマジョルカいいところだから。いいところですね。行ったことあります？いや、行ったことはないですけど、なんていうか、見たことあります。スタジアムの雰囲気とか。でそれもね、たまたま僕もそのマジョルカに僕が行ったことあるんだけど、はい、行ったことあったんだけど、それはなんでかっていうと、大久保嘉人選手のインタビューで言ってたんですよ。でそれもなんかすごいフロンターレに後で来たじゃないですか。そうですね。そういうのもなすごい今聞いててまたつながってるなと。なんかありますね。しかも家永もマジョルカにいたわけでしょ。出ましたね。はい、家永君とそれが大久保君とマジョルカに、でそこにまあ、竹下はレアルに行ったけど、はい、レンタルってなった時にマジョルカってなった時にマジョルカかよって俺も思ったっすよ。だすごいやっぱり日本人には多分縁があるんだな。ちょっと僕はそういうのは
面白いですよね、そういうのね。面白いですね。本当面白いですよね。まあ、あとはその、どうですか、今、多様性、まあ、ダイバーシティの話してくれましたけど、そのダイバーシティ以外で、その、なんか学べたものっていうのは。まあ、人として強くなりましたね、かなり。そりゃそうだ。そうですね、もう本当に、やるかやられるかの世界だったんで、極端に言えば。うん、本当に自分が上に行きたいって意思で毎日、生活してればそれに見合った、なんていうか、なんていうんだろう。それに見合った賞賛や、なんていうか、結果は出やすいですね。向こうは、うん。その代わりやらなければ、本当に、まあ、いろいろな方法で、なんていうか、落ちていける国ですね。落ちていけるっていうか、まあ、落ちるのも簡単だし。落ちていっちゃいますね。落ちているのは簡単ですね。はい。自分がその上に残っていくために、一番大事にしたことは何ですか？まあ、自分のことは言葉を曲げないことですかね。なんていうか、結構、僕、頑固なんで、決めたことは絶対に、やり通すっていうのは昔からあって、はい、でなんでアメリカに行くこともそうですし、もう決めたことは絶対やろうっていうのは自分の中にあったんで、そこの芯、ぶれない芯というか、うんうん、そういうのもあったっていうのも大きいですし、あとはまあ、まあ、とは言っても自分一人でこなす果たせたことではなかったので、なんていうか、うん、常日頃から感謝の気持ちを忘れないで、なんていうか、物事に取り組んでいければ、まあ、自然と周りに、人は、なんていうか、ついていきますし、うん、やっぱそういう、まあ、本当に基本的なことですけど、やっぱ基本的なこと、一番基本に戻る、基本が大事なのかなっていうのは、この、まあ、4年間、まあ、3年間だ、前3年間で結構実感したことですね。うん、その、どうですか、練習はもちろんチームでやることが、まあ、あるのは多いのは分かるんですけども、はい、その個人練習みたいな時間もあったんですか？結構、大学じゃ結構ある話なんですけど、まあ、練習朝や、はい、まあ、僕ら朝練習が7時45分とかからあって。朝やるんですか？朝練ですね。でも、午後はフリーっていうか、授業ある人は授業行って、ない人は、まあ、少ない人は結構筋トレルーム行ったり、結構各自自由なんですけど、はい、僕は結構、まあ、中学の頃から、持久力だけはあって、でもサイドバック重要ですよね。はい、重要です。その結構、中学生の頃も駅伝の大会出たりしてたんですけど、うん、フロンターレの練習の前に、なんか駅伝の、駅伝部で一緒に混ざってやったりとか、なんか結構、なんか、まあ、よく今考えるとちょっと何してんだって感じだったんですけど。いや、でも重要ですか、まあ、はい。そういうこともあったんで、結構それは継続して、毎日少しでも、なんていうか、心拍数上げ、まあ、トレッドミルで走ったりとかは、してましたね。うんうん、あとは、もう本当怪我だけですね。怪我はしたくなかったんで、毎日、練習前は40分ストレッチしてましたし、はい。夜は、まあ、本当に、ネットフリックスとか見ながらでも1時間ぐらい、マッサージした後、ストレッチとか、はい、結構毎日欠かさずやってたんで、それは本当、一番、はい、まあ、この、まあ、本当6年ぐらい怪我してないんで、大きい怪我はしてないんで。これはすごいですね。はい、それは本当にスポーツ選手としてすごい大事なことかなっていうのは、本当に思いますね。まあ今、その、生活の部分と、サッカーの部分の話あったんですけど、その、大学の中でその、勉強の部分ではどういう、こう、成長がありました？勉強だと、例えば、はい。まあ、アメリカの大学で学ぶ。1年目は本当に、ちんぷんかんぷんな状態で行ったんで、はい、結構本当に友達に助けられながらとか、あとは、もう本当わかんないときは Google トランスレートで調べてとか。はいはいはい。でやりながらやったんですけど、本当に、そうですね。なんか、ネットフリックスとかで英語のショーとか見出して、はい。
そういうのがちょっと聞こえるようになってきたぐらいで、ちょっと、あれなんか俺、なくても読めるじゃんみたいな。おー。なんかそういうのは結構 2年目ぐらいで感じてきましたね。まあ、それでもちょっとニュアンスが違ったりとかした時は友達に聞いたりはしてたんですけど。はい。結構外国人の選手とかに聞くのは聞きやすいですよね。そうですね。その選手も分かんない多分時があったから、はい、分かりやすく伝えてくれるっていうか。まあそうですね、結構外国人選手同士だと結構なんていうかフィーリングが合うというかお互いそんな、まあまあもともと僕より喋れるんですけど、まあでも、はい、お互いそんなそんななんていうんですかね、アメリカ人ほど綺麗に喋れるわけではないんで、うん、分かり聞き取りやすいですよね。はい、お互い聞き取りやすいですね。ゆっくり喋るし、はい。まあ今話があっての会話の部分だったり、まあ、あとその日本人の選手って今アメリカに行ってる選手当然いると思うんだけど、はい、そういう選手たちとの交流とかあるんですか？ああ、結構連絡来たりしますね。あ、そうですか。自分は結構あんまり他と連絡取ったりはしないタイプだったんですけど、結構なんか今どうしてますかとか、はい、あ、でも確かに今 Facebook とかあるからすぐ連絡、はい、すぐ連絡できますね、はい、あ、そっか。あとは結構僕のチーム内にも日本人いたんで。あ、チームにもいたんですか？あの、僕が4年になって1人来て、はい、で結構まあそういうこともあったんで、まあまあいろいろ喋ったりはしてましたね。もう僕4年の時にはもう完璧とまではいかないですけども、普通に喋れるようになってたんで、うん、まあ僕としてはちょっとした息抜きにはなってましたね、はい、たまに日本語話すみたいな、はい、でまあプロのまあところに行くわけですけども、その大学のその4年間でそのどういうところが自分がさっき今守備の話はしましたけど、はい、攻撃的な部分だって自分のそのプレーのそのパーソナリティ的な部分でどっか伸びたっていうのはありますか？ボールの質ですかね、蹴った時の。お、結構日本だと結構近い距離感でサッカーするじゃないですか。いや、選手と選手の味方同士の、はい、味方同士の、はい、はい、まああと、まあ、それが結構海外っていうか、アメリカもかもしれないですけど、結構一定の距離で遠い距離、まあ結構、まあ効果的、まあこういう話になると少しサッカーになっちゃうんですけど、結構ちゃんと点で結ばれてるようなイメージで、はい、なんか無駄に近づくよりはちゃんとスペースに立って、みたいなサッカーをやってたんで、はい、やっぱスピードと、やっぱボールがずれれば本当に大惨事ですし、うん、あと距離が遠い分スピード出さ、ボールに対してのスピードも出さないと本当インターセプトされてしまいますし、うん、なんかそういうなんていうか環境が生んだ成長ですかね、僕の、はい、例えば、まあ、イメージそのですけど、そのだいたい5、6メートルでこう回すんじゃなくて、例えば10メートルぐらいでいつも、ね、はい、まあ、10メートル以上のパスをいつもしてたら、勝手に精度上がるじゃないですか。上がりますね、はい。そこはその日本にいた時よりも、その、まあ、パスのクオリティだったり、まあ中距離パスぐらいのクオリティがかなり上がった。そうですね、結構スライスのボールとか、めっちゃ綺麗に。ああ、右のアウトでちょっとこう。はい。ちょっとこういうイメージの。そういうイメージだったりとか、あともう本当に、さあ、なんか、まあ、ちょっと言うの難しいんですけど、まあ、はい、はい。そういう感じのボールとかだったり。何そういう感じのボール。語彙力。さあってどういうの？インサイドキック？いや、インステップで、はい、縦回転っていうか。ああ、わかりました、わかりました。縦回転のボール。はい。で、その高さ出さないで。高さ出さないみたいな。はい。高さ出すと、ボールが到達したときに相手がプレッシャーを受けちゃいますから。そうですね。はい。なるべく低ければ低いほど、ちょっと相手の頭の上を超えるとしても、はい、そうですね。相手がプレッシャーかからずにボール受けやすいですもんね。そうですね。だったりとか。はい。
まあ、あとは本当に1対1ですね。もうこれは一番成長できたところじゃないかなと思ってます。はい、やっぱり本当にでかくて速くてみたいな選手いっぱいいるんで。あ、まあフィジカルモンスターいますよね。はい、なんでそれに対してどう戦うか、本当に真っ向勝負しても勝てる相手じゃない選手もいますし、はい、まあ、そういう場合は本当にボールさえ触れば止められるとか、そういうなんていうか頭を使って守備できるようになりましたね。じゃあどん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 その個人的な部分もグレードアップしてきて、で実際まあメジャーリーグサッカーに、まあ、今はいるわけですけど、そのどういう経緯でそこに行けたんですか？まあ、まず大学で試合に出てました。はい、そうですね。はい、で大学で、試合に出て、いて、しかもその中でもいいパフォーマンスしてないと難しいですよね、だって。そうですね。それで3年生の夏休みの時に、はい、MLS の練習に参加しました。ミネソタユナイテッドって、今出てるとこじゃないんですけど、はい、そういうなんていうかちょくちょくプロチームに参加し出して。それは なぜ行けたんですか？まず本当監督とそのコーチが知り合いで、知り合いというかつながってて、大学のね、はい、はい、でこういう選手がいるんだけどつってビデオを見せて、あ、じゃあちょっと1週間ぐらい来ないよみたいな感じで。うん、まあそれは日本でもありますよね。日本でもある感じで、はい、はい、でそうなって、本当大学4年目のシーズンで、まあどれだけ結果残せたっていうのも大きいですね。はい、まあほぼ右サイドですか？そうですね、もう大学4年間ずっと右でした。で、大体その、まあ、守備はある程度もちろんちゃんとやるとして、はい、攻撃の部分ではその目に見える数字みたいなの出てたんですか？僕昨シーズン4ゴール、2アシストで、全4年間で7ゴール、覚えてないですけど、まあなんか7アシスト、8アシストぐらいはサイドバックとして出せましたね。うん、チームとしてはどうなんですか？そのレベルはどんどんその島崎選手が行ってから上がっていったんですか、順位は？2年生の時に全米で16位まで行きましたね。ベスト16まで。ベスト16まで。結構これってすごいことで、はい、NCAA 全米トーナメントで、最初ラウンドバイって言って、1回戦不戦勝みたいな、シードっていうんですかね、シードで、はい、その全米トーナメント出て、で結構これが快挙で、はい、でそういうこともあったり、結構本当たまたまですけど行ってから。たまたまじゃないんじゃないですか。わかんないですけど、僕行く前結構70位とかうろついてたチームだったんですけど。おお、そうなんですよ。結構じゃあ 下、はい、 下、 まあ、下じゃないけど。下ではないですけど、まあ、200位中の70位なんで、まあ、はい、うん、まあ、中の上っていう感じでだったんですけど、はい、まあでも本当に2年目でいきなりなんかトップトップ行けちゃって、はい、っていうことはありましたね。うん、そうなるとそのプロのスカウトとかもこう結構、そうですね、結構やっぱ見る上から順番に見ていく、まあどこもそうだと思うんですけど、うん、上から順番に見ていく傾向あったんで、その方がやっぱチャンスはあるかな、でもとは思ったんですけど、でもやっぱりどこの結構中堅校にも結構いい選手っていうのはいて、うん、チームとして弱いだけで結構すごい選手とかいたりするんで、はい、そういう選手たちも結構スカウト受けたりはしてると思います。で、プロになるにはスカウトとそのドラフトと2つ、2ウェイなんですか、これ。2つ。基本的に MLS 参入はドラフトですね。うん。でも、まあ2ウェイですね、簡単に言えば。まあでも、ホームグラウンドだったらドラフトはかからないみたいな感じですね。うん、まあなんかいろいろすごい僕もまだ理解できてない部分あるんですけど、まあでも基本的に
ドラフトされて契約を勝ち取るみたいな、そんな流れですね。で、今回はドラフトされる前にもうある程度、そうですね、スカウトはされてたんですか、4年生の時に、はい、結構シーズンが終わった後も練習会に参加してて、はい、で僕がドラフトされたコロンバスクルーも練習行きましたし、はい、であと今回サインしたニューイングランドの練習にも行って、はい、でニューイングランドがちょっと外国人選手枠でファーストチームで今取るの難しいけど、ファーストチーあセカンドチームで契約したいんだけどっていうお話がドラフト前に来たので、はい、で僕もその頃ドラフトされるのかされないのか定かじゃなかったんで、はい、もうそこではい、はいです、はい、で承諾してって感じですね。そのニューイングランドのセカンドチーム、外国人枠でセカンドチームって話なんですけど、そのニューイングランド の, そのチームだけじゃなくて、はい、そのMLS の, その外国人枠ってどうなってるんですか？確か、ちょっと詳しく分かんないですけど、6、5人、5、6人ぐらいだったと思うんですけど。で、それがアメリカ大学にいたら、ちょっとその出れる人数増えとかあるんですか？いや、ないですね。ないんですか？はい。じゃあ、国籍で。国籍です、もうそこは。で、今はニューイングランドのチームに行って練習している。で、練習、はい。それはセカンドチームで練習してるんですか？まあ、週2日ぐらいはファーストチームでやって、あとはセカンドチームぐらいで、セカンドチームでって感じですかね。レベル的にはどうなんですか？やっぱり、個人個人で見ると上手い選手たくさんいますね。ファーストチームにも、セカンドチームにも。まあ、ただ、やっぱり、そこでやっぱ強い弱いの差が出るのってやっぱチームのオーガナイズがどれだけされてるかっていうところなんで、まあでもレベル自体は本当僕ニューイングランドのサイドバックも今アレキサンド・バトナーってマンチェスター・ユナイテッドから移籍してきた人もいますし、え、はい、この前シンジ知ってるって言われて、いや僕個人的には知らないですってみたいな感じで話はしたんですけど、ああ香川選手のことを、はい、香川選手のことを聞かれて、はい、で俺なんかめっちゃマンチェスター・ユナイテッドの自慢ばっかしてくるんですけど、うん、まあでもそういう話も聞けたりとか、うん、身近な選手に結構すごい選手もいるんで、うん、まあ早く上がりたいですね。日本のその J リーグと比べてどうですか？そうですね、レベルですか？はい。レベルも全然高いと思います、正直。なんていうか、ゲームの レベル自体は。なんで、まあ、J リーグ、まあ、本当にやってるサッカーのタイプが違うんで。うん、どう違います？例えば、まあ、J リーグだとも結構コンパクトな試合なんですけど、はい、結構アメリカ MLS とかだと、もう本当に速い選手とかが多いんで、結構コンパクトにしないで前にスペース空けて後ろ固めるみたいなサッカー結構したりをするんですね、守備の時に。じゃあちょっと低いってことですか？若干、はい、 J リーグよりは、うん、なんで結構僕としては日本でやってた身なんで、スペースが大きい、まあ、J リーグとかと比べてスペースが大きいんで結構やりやすいです。要するにボール受けるときにそんなにプレッシャー受けながら受けるわけじゃないってことですよね。もちろん、はい、受ける、まあ、相手が来たりするチームもあるんですけど、まあ、うん、その MLS の、なんていうか、典型的、普通に考えたときにそうですね、結構スペースが空いてることが多いですね。うん、で、まあ、そこから前に出てくる。はい。サッカーが今のところ主流なんですか？じゃあ。そうですね、結構、まあ、そうですね、どこのチームもやっぱり、まあ、チームによって全然サッカー違うんですけど、はい、まあ、そこはやっぱり世界と一緒かなっていう感じですかね。
ニューイングランド今何位ぐらいなんですか？まあ、1分け1敗、2戦やって1分け1敗ですね。あ、そうです。アメリカももちろん、はい、新型ウイルスの件で、はい、今やってないわけですもんね。やってないですね。はい、開幕はいつですか？開幕は3月の10日とか、あ、わかんないです。わかんない。2月。の29とかでしたね、確か。ああ、じゃあ2月、じゃあ J リーグとあんま変わらないですね。あんまし変わらないですね。それは9月からじゃないんですか？ヨーロッパと。ああ、違いましたね、そういえば。もしかしたら今回の件で変わるかもしれないですけど。ああ、はいはいはい。じゃあ9月開幕に逆にこれからなるかもしれないけども。かもしれないですね、はい。じゃあ、もし例えばこの後島崎選手がそのトップに上がって試合に出られるようになれば、その自分としては、まあ、もっともっとレベルも上げていけるだろうし、まあ、もちろん、はい、その今のいるセカンドチームからの、その状況を脱却するためには、その外国人枠以外のところでどういう課題がありますか？まあ、本当にあとは、まあ、中断される前も結構ちょくちょくファーストチームに紅白戦とか参加してたりしてて、はいはい、結構自分やれるなって結構思ってて、でなんなら本当すぐ参加させてほしいぐらいな感じだったんですけど、まあ、でも C って言うなれば、はい、やっぱ一瞬のスピードはやっぱり大学の時と比べてやっぱ桁違いでしたね。なんていうか、本当にちょっと油断すれば置き去りにされるみたいなことあったんで、はい、それだけもっとなんていうか慣らしてというか、感覚もっと研ぎ澄ましていかないと、まあこれからなんていうかコンスタントに上でやるのは難しいかなとは思ってます。うん、じゃあ例えばその間合いの取り方とか、はい、まあ対応するスピードを上げるとか、そうですね。まあそのあたりが今一つ課題って、そうですね。僕はまあ、あとは本当守備の質ですかね。もう多分技術的には多分通用できると思うんで、あとは本当にもう攻撃のね、攻撃とか、はい。オンザボールの、はい。なんであとはもう本当にそういう守備の細かい部分だったりとか、もう本当に相手との間合いだったりとか、あと周りの状況を見てどこにポジション取るとか、本当そういう細かい部分でもっともっと細かい部分を 質を上げていかなきゃいけないかなと思ってます。うん、じゃあそのあたりが埋まってくればチャンスあるかなと。そうですね、わかんないですけどそうかもしれないですね。いやいや、でもね、それは自分もちろん次第だと思うんですけど、はい、実際その例えばフロンターレのトップチームの練習に参加したことはあるんですか？あります、はい。そのアメリカに行った後、アメリカに行った後ですね、本当に。大学3年の、本当にミネソタユナイテッド行った後に行きました。それ、その時は実際入ってどうでした？そのフロンターレの中入って。ああ、もう帰ってきたなって感じでしたね、本当に。もうなんか、細かいパスワークとか、とか本当に懐かしいと思いながらやってましたね。もうレベルもやっぱり、高かったですね、相当。やっぱり、でもやってることはユースでやってたことの延長線上だったんで、はい、少し、なんていうか、思い出しながら、やれたとは思ってたんですけど、はい。まあ、なんていうか、ダメでした。ダメかわかんないですけど。ダメじゃないと思うんですけど、その、じゃあいつかフロンターレも戻ってくる可能性もあるってことですよね。そうですね、そのつもりでやってます。うん、まあ逆に言うと向こうで活躍してヨーロッパに行く可能性だってあるだろうし、はい、そのアメリカで活躍してヨーロッパに戻るみたいな、さっきのマンチェスターユナイテッドの選手がじゃあ自分のチーム来てるって言ってましたけど、逆のパターンもあるんですか？結構いますね。普通に DC ユナイテッドからドルトムント行った選手もいますし。ああ、いましたね。そうですね、はい。あと僕の友達でも僕、本当 DC ユナイテッドの友達なんですけど、今、はい、シントトロイデンにいますし。なんで結構、
あるとは思いますね。これからどんどん。うん、まあ、この後、またアメリカに戻ってトレーニングになると思うんですけど、しばらくは日本にいます。つい先日、個人練習再開されて。あ、そうなんですね。はい。なんで、まあ、僕の場合まだちょっと、いろいろな手続きの関係で戻れないんですけど、まあでも、わかんないですね。本当に状況によるんで、5月いっぱいはまだいるかなと思ってます。はい。まあ、余計なお世話かもしれないですけど、もしよかったら一緒に一回トレーニングしましょうよ。ぜひ、お願いします。うん、もちろん、ぜひ。まあ僕もまあ、その、久保選手もそうですけど、仲いい、タクヒロ君とか、まあ、レアルにいる子もそうですし、はい、まあ、彼も今日本に帰ってきてるんですけども、その辺の選手も日本にいるときは初日とかやってるので、あとは横浜FCの斉藤幸樹君とか、はい、それを富士通スタジアムでもしよかったら、やって、はい、やって、その練習のトレーニングの一部をこういうふうに流すってのはどうですか？全然。そうですね。カットできるところだけ。カットして。いや、最近なんか結構いろんな人に聞かれて、どういう練習してるんですかとか、どういうふうにしてるんですか聞かれるんで。はい。いや、それで、僕もどういうふうに動画にして公開したいなと思うけど、場所はどうしようかとか、その誰が撮ってくる人いないかなと思ったりもしてるから。はい。うん、それがもし、ね、日本にいる間に実現できれば。実現できれば。はい。ぜひ、よろしくお願いします。僕が見てる限りはもう、伸びしろ満載な気がするので、だから全然伸びると思いますし、代表もね、やっぱり今サイドバック、日本代表もサイドバック両方とも右も左もね、この後若い選手出てきてほしい状況だし、はい、やっぱいつかはね、そういうところに行きたいって気持ちはありますよね。目指してるサッカー選手である以上、そこを目指すのは多分当たり前のことだと思ってるんで、うん、そこはぶれずに。じゃあ一応もう1時間半経っちゃったんで質問をちょっと僕も一応さっき見なちょっと見ながらツイッターのも見ながらいくつか入れながら質問したんですけど、何かこう実際に質問をじゃあ結構ちょっとこっちの方から来てますね。うん、ツイッターからチャットからもちょっと今ちょっと見てみますね。いろいろあるな。ちょっと待ってくださいね。でも大体聞いてるかな。英語のことも結構聞いたし。今 LINE をちょっと見てますけども、LINE にみんな落とし込んでもらってるんで。あ、英語は今、沢健さんが、英語は今や機械翻訳の発達が目覚ましい。確かにそうですね。機械に頼らず、自分の口で喋ることの必要性や重要性について何かアドバイスがあればいいですか？ああ。これはいい質問ですね。あると思います、僕は。やっぱり、そうですね。喋れる機会があったら、やっぱり伝わるは伝わると思うんですけど、気持ちまでは伝わらないと思うんで。感情ね。はい。なんで、そこはやっぱすごい大事かなとは、僕は個人的に思います。確かに、でも今のポケトークとかすごいですもんね。すごいですね。帰ってきてびっくりしました、あれ。いや、僕も、この間、たまたま実際ちょっとこう使わせてもらったんですけど、その英語だけじゃなくて、他の国の言葉もできるじゃないですか。そうですね。あれはすごい。まあ、あれがあれば、本当にコミュニケーション取りやすいかもしれないですけどね。はい。まあ、ただコミュニケーションを取るというよりは、その今言ったみたいにその言葉にそのどう感情を乗せるかとか。そうですね。そういうのも結構大事だと思うんで。うん。あとは今の中学生に一言ください。中学生に一言ください。今の中学生ですか。まあ、サッカーをしてる中学生ならやっぱり、なんていうか、サッカーは楽しんでほしいですね。やっぱり、どんな時も。うん、まあ、なんか、何かを目指し出したら結構、
嫌いになっちゃうこととかって、あ、頑張りすぎて嫌いになっちゃうこととかもあったりするんですけど、やっぱり根本であるなんていうか楽しさを忘れないでほしいかなとは、まあ中学生に限らずの話なんですけど、っていうのはありますかね。あとはツイッターでトロント FC の遠藤翼選手とは交流がありますか。あー、ないですね。ない。ちょっとあの、そうですね、そのうち連絡させてもらえばと思ってますけど。フロサポにも一言くださいって言ってますよ。いや、本当に、こう、中学生の頃から結構、フロンターレのサポーターの方々には結構、遠い場所でも試合に見に来て、応援を見に来てくださったり、応援してくださったりしてもらってるので、うん、まあ、いつかその恩返しができれば、まあ、プレイヤーとして恩返しができればいいかな、と思ってます。まあ、本当に、フロンターレのサポーターの方は、すごいですもんね。すごいです。ね。ありがたいですよ。ありがたいですね、本当に。あとは、どうだろうな。仕事の都合で1年前からアメリカ、シカゴ在住。シカゴ在住。おお、シカゴ在住。あ、そう、シカゴ在住だったら、長里勇希選手もシカゴですからね、今。ああ。そうそう、長里勇希選手は僕はもう、長友選手を教えてる時からずっと教えてて、ああ、長友選手と長里選手ずっと一番長いんですかったんですけど、長友選手今は僕はもう教えてないんですけど、はい、長友選手6年ぐらい教えてましたけど、長里選手は今、8年ぐらい教えてますかね、もう一番長いですね、今教えてるのかなと。彼女と話すと結構勉強になること多いですけどね、ものすごい原稿化するんで。ああ。言語ができるとどん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 成長するんで。そうですか。そうですね。だから、連絡取ったことないですか？ないですね。連絡取るように言っておきます。お願いします。で、この方はシカゴに住んでらっしゃるんだけど、今もシカゴから拝見させていただいていますが、英語環境のお話は共感できる部分も多かったです。今、英語を読むこと、聞くことだいぶ慣れてきましたが、喋ることにハードルを感じています。何かいいアドバイスありますか？喋ることですか。やっぱり、なんていうか、コミュニケーションってやっぱり、まあ、日本語でも一緒だと思うんですけど、はい。まあ、自分がどれだけ伝えたいかっていう気持ちを前面に出すことじゃないですかね、やっぱり。おー。はい。なんていうか、まあ、こう言っちゃなんですけど、僕たち日本人だったら普通に、あなたアメリカ人なんだから私の言ってること理解して当然だよねぐらいの気持ちで、振る舞ってもいいんじゃないかなと思ってます。なんていうか、そこは、向こうが理解してくれるものだと思って、喋れば結構気持ちは楽になるかなと。僕はそうやってやってきましたね。あとはアメリカのサッカー人気はどうですか？観客はどのくらい入りますか？あ、本当に、ニューイングランドだと本当毎試合3万人は超えますね。え？はい。すごいっすね。すごいっすね。でもスタジアムが本当7万人用のスタジアムで。アメフトっすか？アメフトの、はい。3万人入っててもなんかすっからかんな感じがしますね。え？そんな入るんすね。はい。はぁ。さっき言ってたトップチームは何人ぐらいいるんですか今？22とかですかね。で、セカンドチームは？セカンドチームが12人契約してます。はあ、じゃあセカンドチームのリーグはないんですか？あります。あるんですか？はい。じゃあ全部で30人ちょっと。そうですね。結構じゃあ、掛け持ちしてる選手がじゃあ多いってことですね。そうですね。結構サイドバック、右サイドバック1人しかいないですし、ファーストチームに。あ、じゃあ、怪我したらすぐ出るチャンスあるってことですね、だからね。まあ、僕が良ければそのまま出る可能性もありますし。うん。まあ、なんかいろいろ契約とかなんかよくわかんないことが
弊害になるかもしれないですけど、コロンバスのドラフトでみたいな。まあ、でもそこら辺は僕が考えることじゃないんで。要するにこの契約上のその問題で、もしくは外国人枠の問題で、出られるのに出られないみたいな。みたいなことあるかもしれないですけど、まあ、そこはまあ、代理にうまくやってもらって。はい。なるほどね。あとは、文武両道を実践されている話を聞いて、感銘を受けました。もしも中学1年に戻れるとしたら、サッカーの練習で何に力を入れて取り組みますか？中1の息子にアドバイスをお願いします。何に力？まあ、もう本当に、自分が、まあ僕が中学1年生に戻れたら、もっと、まあ、本当に小学校から戻りたいんですけど、本当は。戻れないか。もっともっと、なんていうか、ボール、早いうちにもっとボール扱えるようになりたかったですね。しっかり。どういう扱い方？例えば、もう止める蹴るもそうですし、まあ今はもう結構、そこら辺の自信は結構あるんですけど、まあ本当にそれが、中学、小、まあ早ければ小学校の頃からできてれば結構まあ、変わったキャリアあったのかなとは。思いますね。あとプレーの正確さもそうですし。それを獲得するためにどういうトレーニングをするのがいいと思いますか？もうひたすらやる、あのパス&コントロールを。パスコンの、はい、まあ、対面だったり三角形だったり。三角形だったりとか、はい。もうそれは本当に大学時代もやってましたね。囲いって言って、あの、まあ、ちっちゃい箱の中でタッチして、なんか、4方向にパス出す練習とか結構。ああ、マーカーこう4つ置いて、はい、中に入ってみたいな。自分が1メートル四方ぐらいの中に入って、はい、で、右、左、前、後ろからボールを出してもらって、はい、で、はい、出して返す、出して返す、出して返すみたいな。はい。フロンターレの選手よくやってるやつですね。やってるやつですね、はい。はい。そういうのも結構やってたりしたんで、はい。そういう、まあ、ドリブルとかシュートとかって、まあまあもちろん大事ですけど、まあ基本をもっと早いうちに落とし込めてたらまた違うキャリアあったのかなとは思いますけど、まあそこは後悔してないです。まあ、あと、どうだろう。畠山選手など他競技の選手と話して思うことは何ですか？今、畠山健介選手って方がラグビーに、ニューイングランドフリージャックスっていうボストンのメジャーリーグラグビーにいて、で、一度、連絡も最近取らせてもらってるんですけど、お会いしたことがあって、はい。まあ、その時に感じたのは、やっぱり、すごい、他競技だけどリスペクトしてるなっていう、サッカーのことすごいなんか、サッカーは多分世界一のスポーツだってすごい言う人で、言う方で、なんていうか、すごい人をリスペクトしてるっていうのは感じましたね。で、あとそれはすごい大事なことなんだなっていうのは話しててとても感じましたし、あと、いろいろ、まあ、やってることだったりとか、ラグビーの現場だったりとかの貴重な話も聞かせていただいたんで、うん、そういう部分で結構、なんか、結構自分のプラスになったなとは思いますね。うん、やっぱ違う競技の選手と話聞くと、ヒントいろいろありますよね。ありますね。本当に。試合見に行くだけでラグビーの試合見てもヒントなことありますもんね。ありますね。相当。ね、そういうやっぱ柔軟性みたいなのを身についた感じですか？その自分のやってるスポーツだけじゃなくてみたいな。そうですね。結構大学時代も本当サッカー部だけじゃなくて、ラクロスだったり、フィールドホッケーだったり、あの野球もそうですし、まあいろいろあったんで、バスケもそうですし、バスケがすごくて、うちの学校は。で、あ、そうなんだ。はい。で、結構全米、本当10本、20本の指入る大学で。で、観客も本当1回、本当何万人だろう。結構本当満単位で入る。まあ、カレッジスポーツすごいですもんね。すごいですね、本当に。ね。で、収益も一番で、結構。ああ、じゃあ、本当にちゃんとマーチャンダイジングとして成功してるわけだ。成功してますね、本当に。うん。
だこの前400回記念で全部チケットが売れたみたいな、なんかありましたし、まあなんかそういうぐらい、そのぐらいなんかすごい、まあそういう大学のバスケとかを見たりしてたんで、うん、結構自分の中では刺激になったかなとは。ステップの踏み方とかね、はい、バスケットとかはやっぱり重心の位置とかもすごいヒントになりますよね。はい、あとは日本人プレイヤーの長所って何ですか？日本人プレイヤーの長所はもうどう考えてもクイックネスですね。あ、やっぱりそうですか。はい、もうやっぱりアジリティはやっぱり日本人はすごいと思います。キュキュって出るような動きですね。はい、もうそれで結構置き去りにできちゃったりするんで。呪い。呪いですねでも足は伸びるんで。そう、でも一歩ですよね。そうなんですよね。だ一歩だけど、その後もう二歩三歩って続けて出せるわけじゃないから、その一歩目の足が長いけどかわせれば大丈夫。そうですね、まあ簡単に言えばそういうことですね。やっぱそこはやっぱりうまくそこをかわせるようにこうトレーニングすればもっとねさらに良くなるでしょうね。はい、そこは。あとはまあ正確さですかね。それプレーパスとか、プレーのパスとかの一つ一つのプレー、まあ個人差はあると思うんですけど、まあでもさっき言ってたそのパスコンじゃないけど止めて消えるみたいなことの精度とスピードだったり、はい、テンポだったり、テンポだったりとか、うん、そうですよね。その辺はやっぱり磨いていくの大事ですよね。はい、あとはこれまでの経験を踏まえ、今の中学生やその親がサッカー以外で意識するべきことありますか？これまでの経験を踏まえ、今の中学生その親がサッカー以外で、親、その例えば親御さんが子供サッカーされてて、サッカー以外で何か意識してた方がいいことあります？ああ、親目線ってことですか？そう、親目線です。親目線か。僕、がよく親に言われてたことは、言われてたというか、なんかもう自然と感じ取ってたことは、言われてやるんじゃなくて、もう必要だと思ったら、もう自分からやる。ように、だから僕はまず全く親にはこれやれみたいなことはあんまり、サッカーに関しては、あと、まあ勉強もそうですけど、言われたことはなくて、まあもちろん言われる時もありましたけどまあでも結構そういうのあったんで、まあ必要と感じたことはまあ自分で自然とやるようになったのかなとは。なんていうか、言われてやるのと言われないでやるのじゃ結構やっぱり質も変わってきますし、そのやることに対しての、まあ気づかせてあげることは大事だと思うんですけど、まあそこに自分の意思があるかないかっていうのは多分重要だと思うんで。はい、なんか生意気なこと言ってすいません。いやそれはいいアドバイスなんですか。あとはその今言ったこと、そのサッカー以外でやるべきこと、意識するべきことで、例えば英語学習とか、まあ、考えを言葉で表現することなのかとか、相手の意見を理解することなのかとか、感性、個性を磨くことなのかみたいなことを書いてあるんだけど、個性を磨くのはとっても大事だと思います。やっぱり、うん、まあサッカーの話になる、サッカー、まあサッカーというか、まあ一般的な話になると思うんですけど、この人を取りたいって思う時って、やっぱりこいつは何か違う、人とは違うっていうのがあるからだと思うんで、うん、やっぱりそういうのって結構ストロングポイントになると思いますし、うん、まあそれは正しい方向に向かえばの話ですけど、まあでも個性っていうのはとってもやっぱ何やるにしてもすごい大事なことなんじゃないかなと個人的には思いますね。まあそれはやっぱりさっき言ったその多様性ですよね。大学行って気づいた。そうですね。やっぱ自分がその個性がないと、その向こうでアメリカでドラフトに変わるような選手になれないですもんね。そうですね。自分にとっての個性は何だと思いますか？僕の個性ですか。
もうマイペースですね。あと物おじしないですよね。僕も今日話聞いてて。しないですね。そうですね。どこに行っても物おじしなさそう。そうですね。なんか逆に自分が物おじしないのが怖くなりますけど。それは別にいいんじゃないですか。まあでもそうですね。基本的にあんまり。なんか、ちょっとビビってこれはやらないとかはあんまないですね。それも大事ですね。それもいいアドバイスですね。はい。あと、もうあと最後にいくつかで終わりますけども、時間もちょっと過ぎているんで、はい、実際 MLS の、その、年俸の平均って、平均って大体どれぐらいなんですか？平均はまあ、大体、あれですね。ミニマムが600なんで、あ、ミニマム600なんですね。はい。もうそこから先は選手によって違うって感じですかね。まあ、あとはインセンティブだったり。はい、インセンティブもありますし。ただ十分やっていける日本。そうですね。セカンドチームだとちょっと内訳が変わってくるんですけど、うん、僕の場合は、食費、ご飯も、ガス、電気も、あと家も全部出してもらった状態で、はい。まあ、ちょっと少ない額です。まあ、少ないって言っても十分もらってるんですけど、はい。まあ、MLSの選手よりはもら少し少ない額で、もらってやってますね。それはでも、ね、ありがたいですね。ありがたいですね。本当にありがたいです。本当にありがたいですね、それはね。はい、いや、本当に貴重な話をたくさん聞かせていただきまして、これは、もしかして YouTube に上がるのかな、終わった後。多分レコーディングされてると思うんで。レコーディングされてるから YouTube にもし上がるかもしれませんけど、はい、まあ、もし全部見られなかった方とかね、また見ていただきたいですし、あとは結構いろんなメッセージをたくさんいただいたんですけど、紹介しきれなくてなんか申し訳ないんですけど、まあフロンターレじゃないサポーターの方も今も出てましたけど、これからも頑張ってください、相手来てますし、まあまたこういう機会があればぜひお話をね、皆さんにこうすることによっていろんなヒントが生まれると思うんで、島崎選手に皆さんの拍手を送っていただいて。ありがとうございます。あとは来週なんですけども、今回第1弾で、5月16日また土曜日の同じ時間第2弾2時からあるんですけど、14時から、次回はアメフトから山崎武尊選手、アルティメットから田村智恵選手、ラクロスから広瀬愛選手、まあ、3競技違う競技からの3選手を招きして開催します。司会は私がまたやらせていただきます。で、まあ、来週出演する方は、まあ、みんな、富士通スタジアム川崎で、開催されている、まあ、それぞれの競技の公式戦で、プレー経験がある、まあ、縁がある選手たちなので、皆さんは、それぞれ世界で戦ってる、世界と戦ってるんですけども、あと仕事も両立しながらやってらっしゃる方々なんで、まあ、そういったことも聞きたいと思いますし、まあ、あとは、ちょっとさっきも言ったんですけど、島崎選手とも、一回ね、トレーニングして、その動画を、このズーム、まあ、ズームじゃなくてもいいんだけど、動画をちょっとまた公開するみたいなことも、できればやってみたいですね。はい。ぜひお願いします。はい。ということで、これで退出させていただきます。本当に長時間見ていただいてありがとうございました。それから、序盤ちょっとはまだ我々も慣れておらず、なかなかスタートのタイミングがうまくピシッとできなかったところは反省して次回はまた開催させていただきますので、本当に聞いてくださった方々、そして島崎亮選手、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、結構みんな、ま、メモ取りながら聞いてたくさんいます参考になったことも多かったと思います。これからも頑張ってください。ありがとうございます。はい、では外出します。失礼します。はい、失礼します。皆さん失礼します。